ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア1エクスペリア1はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された第4世代移動通信システム対応のアンドロイド搭載端末である2019年2月26日にスペインバルセロナの携帯電話展示会 MWC2019 にてソニーモバイルコミュニケーションズよりグローバルモデルが発表されたこの時点で 日本国内での販売も予告されていた。モデル番号は j 八千百十、j 八千百七十、j 九千百十、s o マイナス A 三 l s o v 四十八百二 s o 並びに特別モデルのエクスペリア1プロフェッショナルエディションこと、J9150 の七モデルがある。日本国内では、KDDI、沖縄セルラー電話連合と、NTT ドコモ、 ソフトバンク、ソニーストアから発売されている。本機種は、エクスペリアシリーズのフラッグシップモデルとなる。2019年夏の新商品の一つとして発売された。2019年6月以降世界各地にて発売。21、旧比率の世界初4、KHDR 対応有機 L ディスプレイを搭載している。カメラでは、エクスペリア初のトリプルレンズカメラで、標準。 望遠、超広角に切り替えることができる。またスマートフォンとしては、世界初の瞳 AF に対応した。また、ラム容量に関しても、Xperia XZ3 の 4GB から 6GB に増強されている。ストレージ容量は、国際版並びに、ラビに、Xperia 1プロフェッショナルエディションが 128GB で、あるのに対し、 国内キャリア版は 64GB となっている。ボディカラーには、ブラック、ホワイト、グレー、パープルの4色を展開しているがキャリアにより、展開している色数は異なっている。2019年10月23日、ソニーモバイルコミュニケーションズより特別モデルとなる、シムフリー端末エクスペリア1プロフェッショナルエディションが発表された。ソニーストアより発売される。 2020年8月18日、ソニーよりシムフリー版 Xperia 1が発表された。ソニーストアより発売される。各モデルの主な違いは下記の通り。カメラアプリで写真の保存に失敗したり、画像が緑色になる不具合がある。ただし、この現象は外付けのマーカス度に起因するものであり、書き込み読み出し速度の速いマイクロ SD を用いれば、 問題ないことが示されている。ありがとうございます。